阪神梅田本店にセサミストリートの世界展がやってきました。期間は8月29日までとなってます。まず入る前にこういった形でフォトスペースがめちゃくちゃたくさんあります。外の感じもこんな感じでいろんなキャラクターが並んでくれてるので、この大パネルで撮るのもありです。そして U-NEXT で始まる新しい番組の宣伝もありました。塗り絵コーナーもあります。そしてセサミストリートクイズもあちこちにありましたので探してみてください。そしてオスカーとのこんなフォトスポットもあるので、お子様連れにもぜひおすすめです。全体的にこんな感じでね、フォトパネルが並んでるのでかなり豪華に写真を撮ることができると思います。ここが一番人気のスポットでたくさん写真を撮られてる方がいました。それでは早速中に入っていきたいと思います。料金なんですが、前売り券を除くと大人1000円となってます。各種カードを持ってる方はタダで入れるのでご注意ください。入るとテーマごとにすごく分かりやすくカラフルに分けられていますので、皆さんすごく理解しやすいと思います。こういった感じで直接このオブジェが置いてるものもありました。こんな感じですごく一つ一つ分かりやすく展示されてます。子どもちゃんでも楽しく見れると思います。こういう写真を一つずつ見ていくだけでも結構楽しいです。知らないキャラの名前を調べてみるのも楽しいですね。そして新しく今年生まれたエルモとタンゴの犬の子ですねのキャラクターもありました。そして過去作品ですね、今までのを振り返るコーナーもたくさんありました。そしてこういう感じで綺麗なタッチの絵もたくさん飾られていたので、これを見るのも楽しいかなと思います。こんな感じでいろんな作品が飾られていました。ファンにはたまらないこういった作品もあったりするので、一つずつ見ると結構時間がかかります。そしてセサミストリートのオープニングやエンディングの曲が流れているコーナーもありました。そして各キャラクターの細かい説明がバーッと張り出されているコーナーもありますので、それを一つずつ見たりするのも結構時間がかかって楽しめます。そしていろんなキャラクターのこういったオブジェっていうんですかねも置いてあったりするので、これは結構貴重かなと思いながら見ていました。いろんなねキャラクターいますので、好きなキャラがいると皆さんテンションがさらに上がると思います。でオブジェがないものに関してはこういった映像で紹介があって、一つずつ映像で紹介されてるので、これも結構見てると時間がかかります。一つずつかなりね丁寧に紹介されているので、初めて見るキャラクターとかキャラクター相関図みたいなものもあったりしたりとかして、かなりね見てたりするのが楽しいです。そして日本限定のキャラクターっていうご紹介のところもあったりしました。あと海外限定のキャラクターのところも紹介がありました。クッキーのキッチンカーとかも来ていて、これも見るのがねすごく可愛いんですよ。モフモフのね車に、クッキーモンスターが乗っています。そして等身大に近いんでしょうか、ビッグバードのオブジェも来てました。そして今までの歴代のおもちゃもたくさん展示されていて、最新のものもねこちらのタンゴちゃんを抱いているエルモとかは多分最新なんですけど、こういったものも置かれてました。このロジータちゃんっていうのが結構前に特集されてるところが多くって、パークにはいないので馴染みはないんですけども、とっても可愛い子だなと思って私ちょっと好きになっちゃいました。そして新しく U-NEXT で始まるこちらのメカになってるクッキーモンスターのオブジェも置いてありました。これは初日限定のイベントになるんですけども、クッキーモンスターとエルモが会場に遊びに来てくれました。とってもね近い距離でお話できたので、皆さんとってもね喜んでおられたと思います。私もね大満足でした。またこうやって近い距離で会えると嬉しいなと今後も期待しています。ここからはグッズですね、ご紹介していきたいと思います。展示会公式のね限定グッズがたくさんありました。入り口にこちらのバーッと見本が並んでるんですけども、これだけで結構テンションが上がります。そしてもう細かく説明するとたくさんあるんですけども、こういったね綺麗なポストカードみたいなものだったりとか、いろんなねグッズがあって、もうどれ買おうか悩んでしまいます。マグカップも結構おすすめで、ちょっとイラストになってるポップなセサミストリートの子たちのものだったりとか、こういった感じで各キャラがいたりするもの、
こういったものもあったりして、もうどれもこれも可愛いんですよね。見てるだけでね、いろんなキャラクターがいるので勉強にもなるかなと思います。もう推しの子のね、あのキャラクターでもいいですし、他の子のね、この後ろの背景がかなり綺麗なので見ていてすごくね綺麗でした。で、それのクリアファイルもあります。これはね1枚ずつ売ってるので、好きなあのキャラクターとか背景とか雰囲気を選んで買ってみるのもいいかもしれません。こういった感じでね、いろんな種類のクリアファイルは売ってました。そしてランチョンケースですかね、こちらも2種類浮いてます。これもすごい可愛いですよ。で、あとは缶バッジもねたくさん種類があるので、気に入ったのがあればぜひ買っていただければと思います。いろんなねこういった感じで種類があるので、これもね悩ましいんですよね。そしてミニタオルですね、これは、こんな感じで飾っても可愛いかなと個人的に思ってます。そしてあとはこちらのランチョンマットですね、横がミニタオル、同じもののミニタオルです。そしてこれもミニタオルです。ミニタオルもね種類が豊富で、どれにしようか悩むところだと思います。で、ランチョンマットがこの2種類ですね。私右側買ったんですけど、ちょっと左もまだ欲しいなと思ってます。そしてこういったセサミストリートのシールブックやキャラクターブックっていうのも置いてました。で、こういった感じで、限定以外のグッズもね、かなり多いんですね。お財布、結構高級な感じのお財布とかも売ってます。そこまで高額じゃないので買いやすいかなと思います。そしてこれはね、受注生産の超高級な、あの、金のエルモとクッキーモンスターですね。ちょっと実際がこんな感じで、かなりキラキラでした。もう高級なんで、すごいね、厳重に扱われてる感じです。こちらは金のね、エルモになります。そしてちゃんと保証書がこういった感じでつくっていう感じで、こちらも展示されてました。すごい豪華ですよね。クッキーちゃんもこんな感じでかなり金ピカになってます。なかなかね手に入れること難しいと思うんですけどね、買える方ね、どんな感じかなと思いながら見てました。そしてクッキーモンスターの、グッズがねかなり来てましたのでご紹介します。こういった感じで各キャラクターのグッズも多いんですけど、クッキーモンスターのグッズはかなり今回ありましたね。こういった感じでアビーちゃんとかもあります。で、こういった感じでこのタオルがすごい可愛いので、皆さんね2枚3枚って買う方が多かったように思います。こういった感じでお弁当のランチボックスとか、そういったお弁当グッズもたくさんありました。そしていろいろねフォトスポットがあって、こんな感じでね壁紙で可愛いところが何箇所もあるんですよ。で、ぬいぐるみですね。ぬいぐるみはねクッキーちゃんとエルモちゃんしかなかったんですよね。で、こういう感じでお皿のセットとかも揃えてもらえるとっていう感じでいっぱい置いてましたね。これがクッキーちゃんのコーナーになります。もうねいっぱいありますよ。クッキーちゃん好きの方は結構困るぐらい T シャツや帽子やら、あとトートバッグとかいっぱいあるので悩むと思います。で、こんな感じでシールもたくさん豊富にね取り揃えがありました。こんな感じでいろいろねクッキーちゃんが本当に多いんですけど、いろんなところにあの置いてます。そしてアニーとアニバトのねコーナーはちょっと少なめだったんですよね、昨日グッズが。で、セサミストリートトラックのこういったパネルもありました。やっぱりクッキーモンスターとエルモのグッズが圧倒的に多かったと思います。こういった感じでちょっとあの絵本のねコーナーとか御朱印のノートも置いてました。すごいですよね、御朱印帳ってなかなかセサミでないと思うんですけど2種類ありました。最後までご視聴いただきありがとうございました。29日までとなってます。ぜひ皆さんもね遊びに行かれてみてください。それではありがとうございました。